冷たい？めっちゃ美味しいじゃん。このカレー水筒に入れて持って帰りたい。冷やしカレー初めて食べますよ。あのですね、最近週一でチャンカレを食べているので、チャンカレと他人の気がしない美脚姫こと松井ゆかりです。結構冷たいん？何入ってるんですかね。いただきます。え、冷たい。え、美味しい。めっちゃ美味しいじゃん。え、ご飯もこれもめっちゃ冷たいにスパイス効いてて美味しい。え、これなんかありですね。なしかと思いきやのありです。これはなんか夏暑いじゃん。だからカレー食べて汗かくけどカレー食べたい人はマジでこれがおすすめです。じゃあトマトと一緒に。うまっ。夏って感じ。トマトの酸味が最高で、味変ね。ここで今何分？最初、山椒かけます。かけすぎた。急げ急げ。じゃあ次はシーチキンっていうんですか、とネギと一緒にいただきます。うんうん、山椒合う合う。鼻から抜ける香りですね、これは。このコメントバカにされるんですけど、何なんですか。美味しい。でも姫はトマトと食べるのが一番好きかも。女子はトマトとカレーとかめっちゃ好きだもん。ねえねえ。うん、なすいてる。うまっ。皆さん、ぜひチャンピオンカレーで冷やしカレー食べてください。以上、北陸アイドル部キャプテン美脚姫こと松井ゆかりでした。うん、うまっ。最高。え、このカレー水筒に入れて持って帰りたい。なんでカレー水筒に入れる。どうやって食べる。